はい、皆様おはようございます。神戸街中散歩高谷でございます。私はですね、今現在、板宿駅のね、ところにおります。板宿商店街ですね。はい。で、今回ね、43回目といたしまして、有馬温泉に行ってみようということで、こちらからね、有馬温泉を目指していきたいと思います。でね、ここから有馬温泉に行くんですけども、行き方といたしましてはね、山陽電鉄に乗って、有馬温泉に行く方法と、神戸市営地下鉄に乗って有馬温泉に行く方法の2通りがございます。でね、値段的にはですね、神戸市営地下鉄の方が若干安いのでね、そちらを行くんですけども、さらにね、市営地下鉄の、お得なね、チケットというものがありまして、そちらを使ってね、今回は行きたいと思います。それではね、これから板江戸駅の方にね、向かって行きたいと思うんですけれども、はい、これからね、山陽電鉄の板江戸駅の方に向かっていきたいと思います。こちらね、一応山陽電鉄と、あと神戸市営地下鉄のね、駅が一緒になってますんでね。で、階段降りていきまして、でね、こちら右へ曲がっていくと、山陽電鉄の板江戸駅になるんですけどもね、これ電車の形をしたね、コンビニですね。で奥がね、券売機で、こちらでしたらね、山陽電鉄、神戸高速鉄道、あと神戸電ですね。で、880円、値段がね、かかってまいります。片道ですね。往復でしたら、約1760円ですね。なので、今回ね、神戸市地下鉄の板江戸駅の方に向かいます。で、ちょっと戻りまして、階段を下へ降りていくとね、こちらですね。で、神戸市営地下鉄と神戸電鉄でね、750円で行くことができます。さらにね、お得チケットこちらをね、使いましたら、この値段でね、行くことができます。お値段だけでもね、交通費だけでも300円お得になりますね。さらに、温泉やね、グルメなどのね、特典がつきます。で、こちらね、谷上駅にね、神戸市営地下鉄つきましたと、ね、こちらで乗り換えます。でね、こちら、神戸市営地下鉄の列車をね、通り抜けまして、ここのね、が神戸市営地下鉄と、あと、新鉄のね、境目ですね。で、神戸電鉄の三田行きのホームの方へやってまいりました。こちらですね。はい。ちょっとね、もう雪が若干残ってたんですけど、この辺たり雪ないですね。でこちらね、神戸電鉄の谷上駅ですね。はい、ではね、列車が入ってまいりましたね。はい、三田行きの列車に乗ります。ちょっとね、お客さんの顔をするとまずいんで、下をね、移して入ります。ちょっとね、ホームの隙間多いですよね。はい、でね、こちらのね、列車で、こちらのね、有馬口駅で有馬温泉行きにね、乗り換えます。ちょっとこちらね、階段しかないんで、車椅子だとちょっとね、厳しいですよね。多分駅員さん多いのでね、多分担いでくれるとは思うんですけどもね。はい、で階段登って上がると、こちらにね、有馬温泉行きの列車がね、停車してますね。これ、有馬口となってますね。でここでね、三田行きと有馬温泉行きがね、分かれますね。はい、ここからまたね、カメラを下に向けて、はい、結構隙間空いてましたよね、今ね。座ります。ちょっとね、この辺で多分ね、融雪剤かなんかでね、汚れてますね。で、有馬温泉に到着しましたんで、外に出ていきたいと思います。で、横の方にね、坂道はあるんですけどもね、こちら階段を降りまして、改札ね、出ます。で、まっすぐ行くと出口に向かいますね。はい、目の前にね、バス停があるんですけれども、こちらバス停ですね。ちょっと今ね、雪が降ってますね。相当寒いんですよね。で、こちらがね、有馬川でございます。でね、有馬川の左の方にね、古仙閣っていうね、ところのね、お湯のね、宣言がございます。で、この古仙閣というのはですね、このね、山の上の方にね、大きな旅館でございます。はい。でね、このね、有馬川の川ね、こちらね、温泉水が流れてるということで、あったかいのかなと思って手を突っ込んでみました。ここでね、冷たーっていうね、リアクションが取りたかったんですけどね、意外とね、ぬるかったんですよね。雪がね、降って寒いのにね。はい。で、今現在ね、こちらの方におります。こちらがね、有馬温泉の方にね、温泉街に入る近くの公園ですね。
横にね銅像が立ってまして、なんかこの方にね、あなたに告白したいことがありますって、ここね、告白のレベルベーターみたいなのもあってね、面白いところですよね。で、奥にいるのがね、秀吉さんですね。豊臣秀吉さんでございます。でね、奥の方にね、目を移してますが、あちらの方に、ね、もう一体ね、銅像がおりまして、この太閤さんがね、見ている先にね、もう一つ銅像がございまして、で、こちらがね、温泉街の方に行く交差点のね、ところにある橋で、今ここですね、奥の方にね、銅像がもう一台立ってまして、秀吉さんのね奥さんであるねねさんの銅像ですね。で、秀吉さんはねねねさんと一生ね添い遂げたということでね、でねねさんもね向こうの秀吉さんを見ているというね仲睦まずしいね銅像ですね。それではね、有馬温泉の外湯巡りをしていきましょう。先ほどのところからね坂を登ってまいりまして、まずね太閤の湯の方へ行ってみましょう。でこちらね、有馬きらりというところからね、入っていきます。でね、細い歩道をね、上がってまいりますと、でね、登り切ったところがね、太閤の湯でございます。こちらね、金銭と銀銭、あとね、食堂などもね、揃った安土桃山時代を再現した総合レジャー施設でございます。こちらでね、すべて、完結するというところですね。はい、それではね、先ほどのねねさんの橋のところからですね、温泉街の方にね、向かっていきたいと思います。でね、両サイドね、お土産物屋さんがたくさん並んでますよね。で、ここからですね、高速バス乗り場の方に向かってまいります。ここからね、三宮とか大阪の方にね、バスが出ておりますね。で、旅館のね、送迎バスなどもこうやってね、どんどん入ってきておりますね。この若狭屋のお土産屋の横をね、曲がりまして、坂を登ってまいります。でね、坂を登ってまいりました。今、工事中なんですけども、有馬玩具博物館のすぐ横がですね、一番有名な総湯、金の湯でございます。でね、太閤のね、瓢箪からの水は今出てないですね。で、奥の方、こちらがね、金の湯の入り口でございます。はい、この場所ですね。はい、で、こちらのね、外湯なんですけども、入湯料、税金合わせてね、650円でございます。で、こちらのね、金の湯のですね、左側、こちらのね、奥の方が、無料の足湯がございます。でね、タオルなどはないのでご自分で用意するかね、左側のおまんじゅう屋さんでね100円で売ってますんで購入してください。それでね、こちらあの一番左側のね上流側から温泉が流れてくるので、この辺がね一番暑いんですよね。もう3分も浸かるとね足が真っ赤になりますね。もうカップラーメンかっていうぐらいね暑いですね。でね、でこちらのね足湯は定員8名なんでね、ソーシャルディスタンスをね守って、気持ちよく使ってまいりましょう。でね、先ほどの場所よりね坂道を約ね5分ほど上がってまいりました。今この辺りにおります。でね、これからね、次の銀の湯で向かって歩いていきましょうという形で、ここはね、炭酸泉でシュワシュワの温泉ですね。はい、でこちらがね銀の湯って書いてますね。はい、でこのね先が外湯のところですね。こちらね銀の湯って書いてますね。はい、こちらですね。はい、こちらのね銀の湯の入湯料はですね550円、こちらね、税金込みですね。はい、でこちらねハイキングなどで大きなね、バックパックを持たれた方はこの裏の方にね大型のコインロッカーがありますのでね、裏の方に回ってください。こちらね裏の方に回っていきましたら、このようにね大型のコインロッカーがございます。またのね、スーツケースなども入るような大きさですね。でこちらね、コイン返却式で、お金ねかからずに使うことができます。ちょっとね今雪がね結構積もってますよね。前々日ぐらいに降ったのかなこれね。はい、
でね、このね、雪煙チケットっていうのに使うとね、割と、お得にね、使えるんですけれども、その他にね、この温泉の中にね、金の湯と銀の湯ね、両方共通券っていうのがあります。これね、3割引きで使えます。あとね、その他に、太閤の湯殿館っていうところね、秀吉さんのお風呂の遺構が、展示してあるところですね。も3割引きで使えます。このね温泉の自動販売機で購入できますんで気軽に利用できるかと思います。でね、来週はですねこちらの有馬温泉の源泉巡りをしていきたいと思いますのでまたよろしくお願いいたします。では今週はこちらで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ではさようなら。